西武鉄道でどうすせるね。の近くにやってきましたね。何行きかな、大池体この袋か辺は。な。は多くの、新羅多くの新羅人が逃れるように到来するようになってしまった。今の移民問題ですね。新羅と対立した政権は、もうね、なんかね、すぐ忘れちゃうね。新羅だね。多くの新羅人が到来するようになって、新羅と対立関係にあった政権は、新羅人を半島から疎開というか逃がして東国に移住させ、これ日本っていうことなんでしょう。違うのかな。この開発を進めるのが目的で、奈良朝廷の人たちがここに場所を作ったわけですよ。まあ、イスラエルと同じようなことなのかな。ちょっとわかんないけどね、その辺は。古代朝鮮という地域であったため、平安時代になってニーザ、平安時代になってニーザ、ニークラと称された。だからこのニーザ軍っていうのは、本当は新羅なんだよね。新羅軍って呼ぶべきなんだよね。ニークラ。931年のから931年から938年、これがまた読めないね。なんて書いてあるのか分かんないな。日本語じゃないよ。日本語だけど日本語じゃないよ。分かんないよ。名前が所見される。なんかこういう書物で新座軍の初めてされる。新座軍は、なぜかなっていた。現代の強い。新座市にはこんな歴史があるのか。なんか発見したなって感じだよね。まあ常識なのかもしれないけど、こんな歴史があるなんて面白いよね。
じゃあ次、中世には南部、南、南、南東部は、やった。職権、両号の所見資料、何が言いたいのか分かんないな、東片山号、北西部柳瀬川沿いは大和田号であった。両方の号は国営領の号として存在していたことを示している。逆に在園の歴史を示す資料が見つかっていない。なんだろうね、よくわかんないね。なんか昔からなんかがあったような、そういう感じです。この頃の片山号あった片山市は、開発領主として道後の名字の地と武蔵武士であり、港が武蔵を把握した。1818年頃、その中に入った、鎌倉時代、鎌倉領家人として道を歩み、まあなんかもう頭なんかごちゃごちゃになっちゃうね。この人でしょ？